交換駅は台湾台北市中西区と台安区にまたがって位置する台北都市運新見線の早運駅。駅番号は G07。中く袋の下方、新西南六地と長山六地間に位置し、駅名は地名と台湾鉄路管理局新見線の駅名である交換から取られた。駅名の後に括弧書きで台湾大学という副駅名が付いている。 かつての大鉄交換駅は、現在の早雲駅とは異なる位置にあり、むしろ同線水源地駅の方が近かった。当時の駅の位置は、現在の位置より、南西約 1km の場所、低州路3段203巷と、と、中区袋4段196地股の交差点付近にあり、水源地駅は、早雲交換駅西側の低州路と資源外口の一帯にあった。 元々の計画では、新生南路口に台湾大学を、黄色ン路口に交換駅を設置する予定であった。後に2つの駅を統合して、現在の場所に設立することとなった。松山新見線ホーム出口1.2は駅の南側、出口3.24は駅の北側に位置する。出口1はバリアフリー対応エレベーター及び連合開発ビルとの連絡口。 出口さんには交換郵便局がある。また、駅の東北側は台湾大学の構想区になっており、西側近くには交換夜市があり、多くの流行商品の店や社屋地位店がある。夜間や休日は多くの人で賑わう。当駅は早運の駅以外にも、出口付近の中区袋にバス専用道と都市運交換駅のバス停、新生南路には代々のバス停、 キールン路には、交換のバス停があり、多数のバスが走っている。ここでバスを乗り換えることにより、警備、木作新店、中英和の各地と市の中心部とを結んでいる。また、国道客運で、キールン、新築竹北に行くこともできる。覗き見は動く、パブリックアートである。ガラス繊維、投影機、撮影機、スクリーンを使用している。作者は、陳剣。 最祝明、ありがとうございます。